珍しいね、綾小路くんが私を誘ってくれるなんて。そうかもな。でも綾小路くんも人が悪いよね。私が堀北さんにあまり好かれてないことは知ってるでしょ。そうなんだ、意外だね。わ、いきなり厳しい言葉だね。船の上の試験で龍炎くんに幽体者の情報を漏らしたのはあなたなの？ある程度ストレートに聞くとは思ってたが、予想以上だな。答えなくていいの、過ぎたことだもの。どうして疑われたのかわからないけど、私はみんなと一緒に A クラスを目指したい。信じてくれないかな。わかったわ。楽しみだね、体育祭。